Thank you.
ガ闘技場へようこそ。チャレンジカップはもう始まってますよ。今日見慣れない顔っすね。ここ初めてでしょ。エントリーします？いろんなとこから有力選手が集まってますよ。でも賭けがしたいなら今は多分無理っすね。賭けてんのは常連さんばっかなんすよ。それがうちの掟なんで。おっと、また新たな勇者のお出ましっすね。エントリーの手続きはうちのボスディグさんのとこでお願いします。ああ、ここはメガ闘技場だ。見物なら観客席に行きな。新入りの出場者か。今日は俺がディグの代わりを務める。ここのルールか。要点しか言わないぞ。俺は無駄口を叩くのが嫌いなんだ。リングの上ではどんな手段を使っても勝ちに行け。だがあと場外バトルは禁止だったかな。多分。まあ好きにしろ。とにかく違反した奴には俺が直接ルールを叩き込んでやる。分かったか。無駄話は終わりだ。もうすぐ試合が始まるから見ていけよ。双剣のあいつもお前と同じで初参戦の新人だ。相手のミープはベテランだが実力はそれほどじゃない。腕が鳴るだろ。準備しろ。次はお前の番だ。この試合の勝者がお前の対戦相手になる。どうやらケイティで決まりだな。まあお前もせいぜい頑張れ。素晴らしい。勝者はアストラシェルターの方です。やるじゃないか。素人だとばかり思ってた俺が間違ってたようだ。次の対戦相手はマーカス。これまでに何度も優勝を経験してきた人気者だ。挨拶したいってか。試合前に観客席に行って声をかけるといい。
キョロすんな。僕がお前の次の対戦相手マーカスだ。はなんだその目は。どこのドイツか知らないけど、僕に喧嘩売ってタダで済むと思うなよ。恨むんなら自分を恨めよ。の勢いでマーカスを破り決勝に進みます。
準決勝も制したか。やるな。だが決勝戦はそう甘くないぞ。決勝戦は3人バトル、最後まで倒れなかった者が勝ちだ。だが今日はお前に付きはなさそうだ。決勝戦の相手は悪名高い小悪兄弟だ。あの二人の実力は相当だぞ。奴らは共同戦線を張ってお前を蹴落とし、賞金を自分たちのものにするつもりだ。正直お前が勝つ可能性はゼロに近い。今までみたいに挨拶してくるといい。だが試合前に面倒だけは起こすなよ。